The Bouncer. トップ項目です。国際宇宙プロジェクトの中心企業ミカド本社が宇宙太陽発電用シャトルの打ち上げを発表しました。その発表が波紋を呼んでいます。この宇宙太陽発電とはどのようなものなのでしょうか。映像を用意しました。ご覧ください。まず地上の受信施設から誘導信号が送信されます。信号を受けた発電衛星は大きなミラーで太陽光線発電を行い電力を発生させます。その電力をマイクロウェーブに変換し地上の受信施設に送ります。地上施設でそれを電力に再度変換し一般供給しようというものです。しかしこの不景気の時期に大量の電力を供給する必要があるのでしょうか。またマイクロウェーブが降り注いでくることで人体はどのような影響を受けますか。ミカド本社は国際協力のもと極めて環境性の高いプロジェクトの中核を担っているのですが、詳しいことは何も発表していません。まずい、出遅れた。国際中心上空に到着。炎大射出。顔してたらお客さん怖くて入れないよ。そうは言ってもこれが仕事だ。やった。春だというのにおかしな天気だ。ドミニク、お待ちかねだぞ。早く行ってやんな。
暇そうね。店が平和な証拠なんだぜ。ワオンさんが暇な時はよ。なしよ。おはよう。なんだよ、遅かったな。何してた？ねえ、シオンの誕生日っていつ？なんだよ、突然。シオン、交代だ。ああ、分かってる。そういや、お前がこの店に来て大乱闘をやらかしたのって1年前の今日じゃないか。じゃあ今日はシオンがバウンサーになった記念日ね。はい、これあげる。なんだよ。プレゼント。下がってろ、ドミニク。来な。Yeah!